さあみんなで練習しましょう。ピアノは簡単、ピアノ K チャンネル。今日はですね、指一本でボサノバを弾こうというようなレッスンをしたいと思います。今回が前半で次回が後半ってなっています。今日の曲はワンノートサンバという曲で、ボサノバの曲の中でも有名な曲なんですけれども、これは右手は指一本で弾けるというような曲になっています。ボサノバというのはですね、私も大好きなんですけれども、ボサノバの説明ちょっとしたいと思います。ボサノバというのはですね、1950年代にジャズよりも少し遅れて誕生したボサノバなんですけれども、このボサノバという意味は新しい波という意味があります。新しい音楽の流れということですね。ということで、ボサノバはすごくリズムが楽しい曲が多いです。カフェでもよくかかっているようなこう軽快なリズムだったりとか、ちょっとおしゃれな感じのリズムがよく使われています。で、皆さんがご存知の曲にはイパネマの娘とか、コルコバードの丘とかいろいろあると思うんですけど、ちょっと弾いてみますね。イパネマの娘をまず弾いてみます。弾いたイパネマの娘は私の過去の動画でも、3回にわたってレッスンをしていますので、もしご興味ある方はまたご覧になってください。そして、もう一つですね、この今回のサムネのバックにもなっています。これはコルコバードの丘というところなんですけれども、リオの中の、有名な場所なんですけれども、このコルコバードを題材にしたボサノバもあります。ちょっと弾いてみます。これは、ちょっとイパネマの娘とはリズムが違う感じすると思うんですけれども、これもボサノバになります。それでは今日の、本題のレッスンのワンノートサンバを一度サンプルでゆっくりと弾いてみたいと思います。この曲を聴かれたことはありましたでしょうか。ワンノートサンバ、今回は前半ということで右手のメロディーをレッスンしていきたいと思います。で、今回の右手のメロディーを弾く時にはですね、楽譜を見ながら一緒に弾いていただいたらいいと思うんですけれども、気をつけたいところはタイのところなんですね。タイ、これは結構出てくるんです。で、このタイのところが、ちょっとややこしいかなと思うんですけども、ここが一番のボサノバの良さを表している箇所なので、皆さんぜひついてきてください。それでは楽譜を見ながら、ついてきてください。1、2、3、4、1、2。楽譜に書かれているところです。最初の小節を1小節目とすると、この2小節目の終わりから3小節目にかけてタイがあります。そしてまた、3、4、5、6 6小節目から7小節目にかけてもタイがあります。ここのところの動きをちょっと注意して聞いてみてください。伸ばす、おやすみ、伸ばす、
な風になってます。今のように、タイがあると少しちょっとあれどうやって弾くのかなと思われた方もいらっしゃると思うんですけれども、楽譜をその場合は見られるよりも耳で覚えてみてください。そしてこのちょっとぐらいのズレは気にせずに、このグルーヴ感って、グルーヴというのはあの音のうねりなんですけど、このグルーヴ感を感じて弾いていただければ OK です。はい、それでは、今のは一部だったんですけれども、右手だけ通しで弾いてみたいと思います。楽譜はあの両手辺の方を見ていただけたらと思います。ピアノを見てください。まず1段目、2段目、それではここから3段目に移ります。今度は今までソを押さえていた同じ指でですね、ドを押さえてみてください。ピアノを見てください。今まではこのソをこの1本指で弾いていましたけれども、今度はドに移ってこの同じく1本指で弾いてみましょう。次に4段目です。となっています。今回の、レッスンはここまでです。ピアノケイチャンネル、今日のポイントはこの指1本でソの音でまず練習してみる。でその後ドの音に移動して後半はドの音で弾いてみるということと、この細かい、リズムですね、あのはもうあんまり気にせずに耳で聞いて、この音のうねりを感じながら弾いてみていただければボサノバの雰囲気を楽しんでいただけると思います。今回重要なことは、きちんと楽譜通りに弾くというよりも、あのボサノバって楽しいなと思いながらこの音のうねりグルーヴを感じて弾いてみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。